のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営です。よろしくお願いいたします。うん、ごめんね、車運転中ではないんだ。駐車場に止まってね、ちょっと寒いからエンジンかけてるだけです。はい、えっ、ー、と、そうだね、まあ進行論でも言っとこうかな。黒い位白い位ははっきり理由をつけて言ってもらえていて。っていうのが一点。で、二点目っていうのが、えっ、ー、と、そうだね。 ええと、まあ、黒いち白いち、ええー、と、変わる場合がある、変わる場合がある。この人白く見てたけど黒くなったっていうね。その時も理由ちゃんと言ってね。そうしないとね、うん、なんでいきなり変わったのってね、突っ込みどこになってしまうからっていうのが2点目。うーん、で、この村ね、1日目はコート仕様のみだから、ええー、と、俺はフルオープンでいいと思っている。フルオープンでいいと思っている。なので俺はもうこれで c e してしまう。素村です。 はいスムラですはいえっ、ー、とでうんそうだねでカリ,カリウドはねにぐちょぼこさないとえっ、ー、と名は増えないからということを注意といてあと霊能は出ていいと思っている一枚頑張ります以上です6番どんな番名になってもは発言してくださいそうですね5番さんにのっとりますええー、はっきり言いますよ5番さんよく聞いてくださいね霊能ですはい で、えー、5番さんに関しては色落ちがありません。駐車場止めてるはわかりました。運転中はやめてくださいね。黒白理由つけてほしいっていうのと、黒白変わる場合があるのは理由言ってねっていうのはよくわかりました。で、それに付随します。皆さんに言います。初日は私単体考察します。いいですか単体で、えー、この人が黒いっていうのを見ていきます。 1>, 1週目だから、なぜなら5番さんで色落ちがつけられないから、えー、5番さんをじゃあ、いきなり単体で黒とか白とか言えないので、なので、後ろの人に関して単体考察をしていきます。で、2週目に関しては、正直言って、占いが2人出るのか、3人出るのか分かりませんけれども、そこからしっかりラインを探っていきたいと思います。大体3人ぐらいに絞っていきたいと思います。はいいっていうところですね えー、例のが出てきたら皆さん目線ローラーするのかどうかは分かりませんが、えー、正直言ってそこら辺も皆さんの話を聞いて LINE 考察をしていきたいと思います以上です7番 のプレイヤーは発言してください麗濃、まあ、がもし2人出てきたら麗濃から手をかけると6番に入っておくね。ローラかけるかどうかはもう片方の指名があるかどうかそれ次第だよね。うん、で、まあ、5番の進行。まあ、当然このルールであれば週、1周目で当然フルオープンするべきだと俺も思ってるね。理由は2週目に発言が終わった後に、例えば次チに自分より発言後の人に次チ上げられてもいい。 チャットレ使用できないから役職だったとしても釣り回避ができなくなるからもう一周目でさっさと口頭で出てるべきだと俺は思うね。その点で5番の進行はすごい、まあ当然だろうと思うし、別に無駄無駄リアル行動だと思うし、俺もそうしたいという意味で俺も進むらしいはしてもいいし、進むらね俺も。俺は役はない。 当然厄介費もしないんで、しっかり自分の白目を上げてね、村人を勝ち取っていこうと思ってるね。もともと村人だからいいか。まあ、あと占いが出るかどうか。二人三人出た場合に限り占いから手をかけれて六番に入っておくね。三仕様だったら占いローラーから進める。以上。 のプレイヤーははは発言してくださいださい、はいおはようございますす霊能です僕が真の霊媒師です。なんで6番さんは偽物です。しっかりとそこら辺分かってください。現状6番さんは強人で見ております。理由として、あの、ロラされやすい場所にオオカミが出てくるとあんま持ってないんですよ。僕の発言の後でしたら、これ多分霊能神経だよって言って、ロラさせないためにオオカミが出てくる可能性があるんですが、僕より先に出てきたってことで6番さんの位置は強人で見ております。 なんで、今後、占い師が2人出てきて対抗22番目になるようであれば、占い師の方に狼がいるという形で見ていきたいと思っている。で、現状、57番さんですね。 5番さんは白い位置、黒い位置変わるときは理由で言ってね、プラススムラシ用。5番さんの位置でのスムラシ用っていうのは今後役ですっていうことが言えなくなってしまうんで、5番さん狼は薄いかなって今感じております。7番さんの位置、まあ、2番目のスムラシ用なんで5番さんほどは白くありませんが、特段おかしな発言はなかったなと思っている。ただ、あの、お二人出てきたら霊能ロラっていうのはもちろん鉄板の進行なんですが、あの、霊能新教の場合って、占いだ22進行の霊能新教の場合っていうのは多分グレーズメが僕は最強だと思ってるんですよ。 例の新居をだって確定させる場面だったらね。 そんな場面はないんだけど、だと思うっていうふうに、そっちの方が強く傾くんだったら、僕はグレー爪が最強だと思ってる。そこに関してまで考えてないのが、7番さんがそこまで考えてないただの村人なのか、それとも霊のロラして、そっちに縄使わせたい狼なのかっていうのはちょっと分かんなかった。7号で比べたら、5番さんの最初のむらしいよ、今後の役で出ることが難しくなるから、その点で5番さんは若干白いと思っている。7番さんの位置は、先ほどの発言も相まって、わからない位置になってるっていうところかな。対抗6番、現状、標準で見ています。今後皆さんの発言聞きもら で占い師どっちが狼なのかどこにラインがあるのかっていうのを見ていこうと思う以上。九番のプレイヤーは発言者にします。お願いします。あ、カリウドです。カリウドです。六番さん八番さんどっちも進め取る気満々ですね。うん。芸能者はなんなんだろう心境っていうのが正直固定概念にあって。 どうなんだろうなって言ったこう、6番さんもしっかりね発言してたし、8番さんも57の精査はしっかりできてたと思う。57番さんが、もうこれから役職出れないからっていう精査もすごく真っ当だったと思います。8番さんに関しても。えっと、これから役、占い師、役が出てくんなら1番から4番の中なんですけども、まあ、22だったらグレイク、うーん。まあ、占い師さんは、まあ、最低1人で出てる1人。 ちょっと、<laughs> 出てくると思うんで <laughs>。そう、ちょっとでわかんない、レノに出たから、レノから行くのが、まあ、あれなんなのかなっていうふうに思ってます。かりどです。一番。 のプレイヤーは発言してください。のプレイヤーは発言してください、はいどうもお願いします。スムラです。はい、スムラです。えー、っとね、5番さん7番さんの印象っていうか、5番さん7番さんの二郎はないと思った。5番さん7番さんの二郎やったらどっちかに占いしようしないと厳しい盤面だから、えー。発言より先にちょっと盤面だけ追っていきたいなと思ってる。だからそこの二郎はない。あっても一郎だと思ってる。で、比べた時に7番さんからって個人的には思ってて、7番さん1個だけ、1個だけなんか、 保守的には入ってね。村人陣営。村人だから分かってるんですけど、ね、みたいな。その発言だけ結構気になったかな。それだけですね。で、八番さんの方が僕は今のところは親発言内容,な内容もそうやし、量的にもそうやし、五番さんへのせいとか僕はそれは真っ当だと思ってる。五番さんと七番さんのすむらしいよっていうのは先にやってる五番さんの方が、まあ確かに印象はいいよね。印象は良かったし、まあ白いち黒いち。まあそれに関しては誰でも言えることやと思ってるんやけど。えー、そうやね。盤面的な発言だけでは五七の朗朗はないと思ってるから。 うんってことは、え僕して234、234に一郎がいると計算している。57郎郎はない。57に一郎がおったとしても234に郎がいると思ってる。68で気になってるのは6番さんの5番差に乗っかって、はい、霊能 c e です。霊能 CEO。5番差に乗っかる意見を持ってるんであれば、最初からいきなり霊能 c e 五5番差に乗っかりますっていう発言は個人的に入れなかったと思っていて、5番差の精査を、まあ、8番差んよりは怠ってるかなって印象かな。 今のところは、だから6、8時、新居を作れるのは若干8番さん。でも6番さんは2周目はあるんで、みんなの発言を聞いてどう考察してくれるのかっていうか6番さんへの、まあ期待も込めてって感じかな。占い神経、新経あと6番さんもよく気になったのは、あ、そうそう、えっとね、8番さんは6番さんの、えー、教人、まあ確かに、2、2番面っていうのは基本的には、えー、新居で、新郎新経で追っていくんやけど、6番さんで出るか出ないか迷ったところ、強人なら速攻出てくると思ったけど、若干老目もあるのかなって思っちゃったかな。 57で比べるとまだ2番のプレイヤーは発言してくださいはい直前の1番さんすごく発言良かったと思いますすごく印象がいいですねうんえっ、ー、とそうだなえっ、ー、とこのあと占いが出てくると思うんですけどまあ連動ローラーになるんだったら単純に新名が低い方から釣っていきたいというのが私の意見ですで、えー、そうだなうんと8番さんに関してはしっかり精査はしていましたよね6番さんの精査 もうしていた、57の精査もしていたというところで、まあ、その点に関しては印象がいいんですけど、まあ、5番さんがスムラ CEO してたから白目っていうのはちょっと納得いかないなと思いました。5番さんが狼でフルオープン展開を望んでるんだったら、今後、その、今後できないから白目っていうのは、なんかなんていうか逆かなと思いますね。今後 CEO する気がないからスムラって言い切った狼というふうにも言えると思うんですよね。そこがちょっと一見が一致してなかったかなっていうところ、かな。 まあ2週目しっかり聞いて釣りつきを止めます3番のプレイヤーは発言してください「モルルナナですかわいいランダムシロで9番3シロでしたかわいい猫もかわいい今までがうそのようにきれいになっているわ カリウッド対抗いないのでカリウッドだと思います。まうーん、そうだね。わかわいいね。4番さんが占い師じゃなければ平和村です。うん、占い師じゃなければ。うんそうだね、バイバイ。バイバイ。4番いいのプレイヤーは発言してください。 僕が本当の占い師です。ランダム白で2番さん占われて2番さん白と出ています。で、対抗が3番さんということで、すごいやりにくいんですが、これ3番さんの発言で皆さん、新名取れますかね <laughs> <laughs> かわいいだろかわいいからだ、新3番さんから正直言ってほしいんですけど、3番さん、えー、人外確定しているのでというところなんですが、村の添いで3番さん釣りは飲めないかと思うので、えー、センサーしていきます。まず5番さんについては、まあ、5番さん、進行波論、黒市で白、うん。 5番さんに関しては全く色落ちないというところ、スムラ仕様で、7番さんに関してもフルオープン規模。5番さんに同意というところで、7番さんもむらしいをしているんですよね。1番さんに関しては8番さんと6番さんのその位置で、霊能者の8番さんの方が白い。でも6番さんも2周目聞かないとわからないと言っていたところがかなりムラっぽいかなと思いました。うん。なので、1番さんは部活除外したいかなと思います。今日グレーから行くのであれば5番さんか7番さうん。かな まーノーから行くのであれば、今のところ僕も8番さんの方を新目に見てるかなというところ、5番さん、7番さんへのグレー性さが丁寧だったというところ、6番さんも2周目があるので聞いてみないとわからないが、霊能ローラーから行くのであれば、今のところ僕は6番さんに傾いてますね。うん。3番さん、3番さんどうなんだろう ?3 番さんおそらく狼だと思っていますが、承人気曲というレギュレーションにおいてという理由ですね。 うん、なので、68強人で出ているかと思うんですが、3番さんのこの生存意欲のなさかな、うん、3番さん強人もあった場合に関しては6、68ロー、うん、どちらかロー。まあ、発言2周目聞いてみないとわからないので、今のところは一応3番さんオカミ、68、えー、強人目に見てます。グレーツで行くのであれば57、68で行くのであれば今のところ6番さんです。5番さんどうぞ。5番のプレイヤーは、 発言しててくだだささいい、ね、ちょっと追加させていただきますまず、えーと、例の精査からいかせていただこうかなというかあ、僕は今日は例のから行きたいかなと思っている、うんえー、とまず、えー、と6番さんはまあ僕にしか触れるところがなかったの2週2目期待です、で8番,さん8番さんは、えーとえー、と5、6、7への精査はちゃんとできていたと思える、うん、で6も強靭だというふうに追っているっていうのは、うん、素晴らしいあの意見だと僕は思ったけど、うん、逆にそれを見越して出てきた人狼かもしれないともちょっと。 っってしまったそういうふうに言って、まあ、6だから、まあ、グレーを釣ればいいっていう発言だけど、うん、グレーってパンダ作られても困るかなっていう感じかな6か8まだ俺どっちが進化はついてないからね。うん で占いから行くっていう線はまずないかな。もう同じ理由でパンダを作る可能性があるからっていうこと,、うんでつえーっとね。続いて占いの精査だけど、3番さんは猫っていいんーって可、ね、愛かった、ね。いやいい 感じで泣くねあの猫って思ってた。<ー> <laughs> で、4番さんも、まあ、占い師で2にしろね。で、3番さんは9にしろと。うん、3番さんはちょっと発言頑張ってくれ、死んだったらって思うけどね。うん、えっ、ー、と、多分うん、どうなんだろうね。うん、俺目線だと、うん、俺目線だと、まあ、毎度のことだけど、やっぱり占い師の方に一人狼で、えっ、ー、と、今日じゃ6、8に出てる、6、8のどっちが出てるんじゃないかなとは思うけど、うん、正直、うん、 どうなんだ個人、うん、釣るゲームじゃないから、占い師っていう、まあ、それがグレーいくか、うん、っていう形だけど、そうすると、どっかしらで、うん、どっちも釣り切りできない状態になるからね、うん、シーンを見極めなきゃいけないのが難しいと思っている。あちょっとグレー釣れる時間がなくて、申し訳ない。2,、えー、と2日目、生き残った、えー、とセサしていきます。以上です6番のプレイヤーは、いそうです、ね、まず占いの審議からいきますね。占いの審議で言えば、正直でって、えー、フラットです。<laughs> ここまで引っ張っといてフラットなんですよ。なぜなら2番さんが黒いんですよ。1番さん、印象がいいですねっていうのが、まず消せない、うんあの。正直に言いますね、これは8番さんにも関与するんですが、8番さんに関して、霊能で僕が真の霊媒ですって言ったんですね。で、僕のことをいきなり現状、狂人って置いたんですよ。はい。8番さん目線、僕の色が狂人なのか、人狼なのか、しっかりと思考ロックせずに見るべきだと思うんですが、僕がその位置だったらね。なのにもかかわらず、いきなり僕を狂人で置いたんですよ。 はい。8番さんが、例えばね、皆さん目線、真の霊媒だったとしたらですよ。あ、ごめんなさい。紙幣が少ないんで、早口で言います。えー、正直に言って、僕が今日か老かって言うと、多く、ね、多うべきなのに、いきなり強人と断定しました。これが2戦目なんですよ。って考えると、4番さんが2に白を打っていて、1番さんが僕の偽を追っていて、2番さんがいきなり1、印象いいって言ったのか、消せないんですよ。はい。 7番。 のプレイヤーはいい発言してから、コを使えばいいじゃない。まあ、8はね、基本的に四股六しちゃってんだよね。霊能に強が出るっていう前提に基づいて考察してるから、だから俺を叩いてきてんだよね。霊能ローラーかけたいって言ってること。まあ、この曲であれば、占いに出ることは確かにケースとして多いだろうが、俺はどっちの方も追ってるから、結局、占いと霊能精査したら、どっちから釣りに行くって言ったら、占いから釣りに行ったら、占い結果の方が大事だからね。だから結局、霊能をどっちにしろローラーかけるしかなくなるっていうことで、霊能ローラーをしてるだけね。 で8が俺をぶったたいてきてるから、その点で俺は8を釣ってもいいかなと思ってるよ。試コロックする霊能とか残したくないし、まあ、どっちみち6もローラーするはした。よっぽどのことがない限りね。8の俺のクロりリリウムをさ、5に乗っかったっていう、そういう、まあ、スムラで乗っかったってけど、俺は5の,5のしっかり精査をして、5のその発言、このルールであれば、当然2周目で薬釣り回避もできなくなるんだからね、発言はあってた。だから村利があるって、村利がある点信仰であれば、当然俺も村だから、その信仰に合わせるべきだよね、俺が村だったら。 そこでそれを黒塗りしてくる8番の思考がわからない。俺は5を無る。 信仰だから俺もそう、当然そうするよっていう意味でやってるんだから、それを便乗といって叩いてくるんね、8。うん、ちょっと芯は追えないかな。で、それにまた乗っかってきた1なんでね、1もね、同じ理由でね、あの5が進むらしいよ。1人目はいいけど、2人目はダメみたいなね。村リがある信仰なら当然全員でやるべきだよねっていうところで、1の目線もやっぱずれてるところで、俺1、8をかなり怪しく見てるね、今のところね。だから今日8から行く。で、明日6はローラーするよ。で、6は2を怪しく思ってたけど、俺はこの中では2が一番白く思った。なぜなら5、7の精査。まあ、精査ってほどではないけど、 5なの別にそんな1番目、2番目で素晴らしいよ。まあ、特に5番だよね。5番 1, 1発目で素晴らしいしたから白く見るその8の視点どうなのっていうところに突っ込めてたとかね。まあ、1の見方は6からそれぞれちょっと気になったんかもしれんけど、そういう意味で2の白を出してる4の方がやや新名が高いっていうだけ。3はもう発言が明らかに少ないから、今の段階ではちょっと何とも言えないっていうところだよね。まあ、そこも占い結果で破綻とか俺と黒とか打ってくれば2世が確定するから、そういう意味で今日は例のから8番のプレイヤーは 発言してください、はい、7番さんは6八真牢で見た上で僕を釣りたいんですかそれだったら僕釣りっていうのはあれで7番の位置だったらそのコツは結構納得がいく僕が7番の位置であの挟まれてそういう風うに連動できたら後から出た方,の方がオオカミと思ってそっち釣るんだけどいや新居で見るんだったら普通にグレのナが強いよ今日に関しては。 でもって、グレー怪しく思ったのは1番さん、片白だけど2番さんが一応印象いいって言ったんで、ちょっと怪しく思った。理由として、あの、1番さんの発言で234に1郎、57に1郎って話だったんだけど、あの、234に二郎っていうケースも全然あるんだよね。そこ234に一郎って言ったのが、1番さんの何かが二三234番さんにいるのかなと思ったから、1314とかそれぞれあるかなって考えた。 で、ついで2番さんやしと思ったら、その1番さんに反して印象がいい、発言良かったねって言ったところ。でもな、ね、2番さんが黒ってなると、2、4の二の方が濃いかな。で、6番強人で追ってんのがおかしいって言うんだけどさ、あの、6番さん黒だった場合って、この後勘違いした強人が霊能使用して、その後真の霊能が出て霊し、霊能3使用盤面プラス占い師一人だと、まあ、ほぼほぼ狼負けるんだよね。って点で、で、6番の位置で出やすいのが狼、強人どっちって考えたら、強人の方がとても出やすいんだよ。 この曲ってどうしてもあの、狼が占いし、狂人が霊能ってのが濃いから。だから、僕より後に出たら、あの、それを言ってローラさせないための狼ってのがあるけど、前に出たから6番を今俺は狂人を起してるの。だから3、4どっちかに狼が出ていると思ってる。で、現状2番さん若干怪しく思ってる点から4番さんの方が怪しいってところかな。1が村っぽいって言ってる4番さんの意見もわかんないから、グレー SG 値残したいのかなって思った。5、7よりもグレーだったら1番さん 私らだったら2番さんが怪しい。占いは3の方が若干惜面に見てる。発言とかではなく俺が怪しいと思った。この白を打ってたからってところで、ね。例のよりも俺はグレースみたいな。6番はやっぱり強人ロックが解けない。行くんだったら6番行ってほしいけど、俺はグレー釣りたいで行くんだったら1番って感じ。以上。9番のプレイヤーは発言して,発言してください。うーん8番さん、6番さんじゃなくて1番さん行きたいってことか。 うーん。まあ、霊能者かナイクならっていう感じですね。そこまで。う,ん、うーん。かなあごめんけど、連動行きます。で、7番さん黒かったな。8番さんにしか殴り返してなくて、単純に反応が黒かったです。2周目7番さん。うーん。グレーのサイクル7で見てます。黒かったよ、1番、この中で。自覚あるのかなっていう感じかな。うん。っていう感じ。 <laughs> ないし、3番さんね。うん。もし3番さん狼とかでさ、もし3番さん狼で私カリウドね。カリウド、新カリウドに白出すってやつはめっちゃうまいと思う。お手上げですわ。3番さん狼ならお手上げ。うますぎる私に白はっていうところかな。<laughs> うん。ただ4番さん4人黒って見られてますが、なんだろうな。でも4番さんの時点で 4C を目、ラスト C をなんで、 別にわざわざ相方今から囲う必要はないのかなっていうところ。霊能シャローラーもしくはグレー詰め、もうほぼほぼ例のシャローラーになるんで4番さん出たところで。うん。確定なんで別にきわざわざ2番さん囲う必要ないと思うんだけどなってところかな。うん。うん、<laughs> 6、8、まあどっちでもいいです、正直。完成してくださいね、ちゃんと。うん。完成してください。 7番さん黒かったかな ?2 周目って思ってます。うん。うかな。3番さんうまいよ。3番さん私にしろうまいよ、狼だったらこれ。<laughs> 3番さん死んだと思いますよ、これ多分。違うんですかね。3番さん頑張ってください。私はもうこれで最後なんで、さようなら。1番のプレイヤーは発言してください。 えっと、まず8番さんに対しての、弁明をさせていただきますね。弁明を。僕は57の老ロ老ーローがなくて、57に老がいたら234に1老がいる。57が老ロ老ーローやったら、どっちかが絶対占い使用してるから。もしくは、えー、の使用してる。それだけですかね。23にいる可能性も全然ありますけど、57が村で23にいる可能性も全然ある。それだけ、まあ言っておきますね。僕7番さんが来るかなと思った。えー、理由としてはね、えっと番、えー、3番さん 四番さんが2番、七番さん二番さんの方が印象がいいって言って、だからそこに白出して4番さんの方が新芽がある。3番さんって仮度の9番さんに白出してるんですよね。そこって3、4の新要素にはならないと思ってるんですね。うん。なんか7番さん僕のことに対して殴ってきてる印象ではあるんやけど、なんでなな。?6 番さんも8番さんも、まあ正直6番さんかな。 6番さんって感じかな。5番さんに関しては、えー、一番最後の発言で、自分が生き残ってたら発言をするみたいな。ここって結構ね、えー、自分がオカミやったら、明日話しますってとどめかじ、とどめがちなんやけど、5番さんに関しては、そこの最後の一言、生き残ってたらっていう発言が、がまあまあ、どっちかといえばって感じかな。で、僕は7番さんの上にオカミマークをつけてる。8番さんが言ってる6番さんを教授に見るのは全然妥当,と妥当だと思うよ。6番さんは8番さんにそこを殴っていたけれど、そうではないと思う。基本的には、二人進行、新郎、新郎、 が、ない限りは、心労心境へと僕も思ってるから、それは思考ロックでも何でもない。可能性としての一つですよね。だからまあ、5番さんより7番さんかな。2番さんに関しては、2周目聞いてみると分かんないですね。うん。ちょっと7番さんが怪しかったかなって僕個人的には思ってます。6、8で詰めるのは6番さんかな。3、4の精査。三番さんに関してはもう、発言よりも結果で、結果で見ていこうと思ってます。2>, <laughs> 2番のプレイヤーは発言してください。 まず、霊能の精査からですね。うん。6番さんは、8番さんのことを、えっと、8番さんは、6を強人で置いたから偽要素って言いましたよね。まあとは、あの段階では8番さんは、えっと、2番目に出てくるのは、霊能で出てくるのは、狼とはちょっと考えづらいから強人って言ってましたよね。その点ではすごく納得だった。 8番さんに関しては、この曲だったら、霊能に狂人が出る方がメリットは大きいからって説明ではなく、2番目に出たから、早い段階で出たから、狂人、しかも霊能だったからって狼だったら裏に出るんじゃないかみたいな、いう風に聞こえていたので、6番さんのその、なんだ、推理はちょっとよくわかんないなって思いましたが、8番さんは、結局この曲だと、霊能に狂人が出た方が強いんですよね、みたいな。 感じで言ってましたよね。もうそこはなんか、もっと押し通して欲しかったですけどね。うん。いやいや、私はあの段階で、強人だと思ったし、今も強人だと思ってるって素直に言って欲しかったんだけど、まあ、この曲だったら、新郎、新居の方が強いとか、そういう話はあんましないでほしいかな。それよりはなんか、ちゃんと説明してほしいですね。うん、その説明ができてたと思ったんだけど、まあ、結局、そうだね、8番さん、ま、結局、この曲だって強いって言っちゃったから、どうなんだろうと思いました。 で、今、1番さんが弁明してましたけど、えっと、8番さんが、えっと、234に1狼いるっていうのは、先にね、57のど、えっと、2狼はないから、どっちかが狼だからっていう感じで話してたから、そこはちょっと無理な主張というか、捏造に感じた。そうだなぁ。でも、まあ、単体で見ると、やっぱ6番さんかな。うん、今日は6番さんか回行きたいなと思っています。うん。 でグレーで黒いと思ったのは57、まあ、両方とも黒いと思ってる5番さんに関しては強人釣るゲームじゃないから占いから釣りたいっていう発言がちょっとめられないなと思いました3番もっと何か話をこうパッてまとめていい、ね、いい発言してくださいかわいい7番さんが8番さんにうん、うん すごく言ってたのでメラビタジュを釣りたいオオカミだと思います七、うん、7釣ります<あ>バイバイ釣るんだオリオン番さんはオオカミだと思いますバイバイ<あ> <laughs> 4番のプレイヤーは発言してください。ババめっちゃやりにくいんだけど、これ、ね <laughs> えー、まず精査していくと、えー、8番さんに関しては辛労、8番さんに関してはだと思っている、8番さんの生存意欲の高さでグレー釣リーから行きたいという発言、8番さんが真、えー、として決め打たれれば、8番さんの中で勝つという寸断ができているのかと思っている、で3番さんに関しては、この生存意欲のなさからもう強靭だと思っている。 3番さんが狼だったとすると、まあ9番さんも言っていたが、かなりうまいと思っている。なので僕は今日狼目が高い8番さんの方から来て、6番さんに関してはグレーセンサーは確かにかなり甘いが、6番さんから狼要素をあまり感じなかった。6番さんに関しては新居。その場合に関しては3番さん狼となるんだが、その線がかなり薄いところから僕は8番さんから今日行きたい。 で、8番さオオカミだとするならば、1番さオオカミはないと思っている。8番さんが1番さん釣りを押すことによって、1番ん9番ん2番ん3番んあたりで1番釣りに流れになれば、1番さん釣られる可能性もあるので、8、一オオカミはないと思っている。で、8、7はライン、7番からは8番さんのラインが切れているが、8番さんに関しては7番さん5番さんを除外していた。5番さんに特別な黒要素というものはないが、8番さをオオカミ軸で置くのであれば、5番さんも怪しい位置に入ってくるのかと思います。 で7番さんに関して6、8、精査。うんまあ、8番をオオカミとして見たというのであれば、僕は7番さんの8番さん投票も別に怪しくはないが、単なる叩き返しにも見えるので、ライン切りという線も終えるかなというところ。1番3はし、えー、比較的白く置いてますね。うん、3強人、8人狼、えー、5、7のどちらか人狼だと思っているかな。えー、今日は、うん、僕は8番さんに投票しますね。うん、という感じかな。 あと3番さんが9番さんに白を出したから3番さんの方が新芽が高いですわからない僕は3番さんかわいいけどわからないそれは僕は8番さんに投票します。投票を始めてくださいいありえんオラじゃないべちょっと審議つかない流れいのはどっちもどっちって感じですね。 6番のプレイヤーは、そうですね、えー、新占いはもう正直言って4番さんですね、3番さんの方がもう、新切ってます、3番さんは7が村釣りたい狼で、7釣りまして4狼だと思いますって言って、えー、全く言って6、8に精査してないんですよね、精査できないのか、精査をしていないのかは分かりませんが、4番さんが圧倒的に新目だと思っていますよ。 なぜなら8新郎だと思っていて、僕もその通りなんですよ。8番さんは、あの、正直言って偽が分かっている僕に投票せずに1番さんに入れてるんですよ。強人だったとしても確実に1陣が釣れるんだったら僕投票じゃないですか ?8 番さんっていうところが、どう考えても8番さんの偽目になるにも関わらず259が僕に入れているっていうのは、9番さんは仮人だとして除外だとしても、まあそっか、4番さんが死んだったら2が白になるのかって考えると、9番さん えー、9番さんじゃない、えー、と5番さんか5番さんの色を見てほしいですね34でっていうところですはいまあ僕が釣られたとして必ずローラーはしてほしいですあ、ね、<人>自分を疑ってきた人を疑うみたいなスタイルなのかな基本的に8番のプレイヤーは まずこうなるんだったら6番さんを釣ってください、絶対に。で6番さんの偽要素あげるんだったら、今の発言聞いて多分何も偽要素つかめなかったって人やら、俺はおおすごいねって思うんだけど、まず俺のことを新郎って言ったじゃん。君目線じゃ、俺を狼で見るんだったら新郎じゃなくて狼固定じゃんか。新郎って発言が出るのがまずおかしい。誰かが言ってたって言ったんだっけど、新郎って。 俺そこまで思ったんだけど、俺新郎って嫌だったっていうのが印象強かった。プラス自分に入れたやつが怪しいって言ってるんだけど、5、2、9。で、4、新。だったら3号の二郎じゃん、6目線。なんでそこまでの発見が出ないので、これさ、6番3目線俺が狼なんだったらさ、あの、そもそも、8号の二郎を見たってことじゃん6番3は。8号二郎の3番狂人、4番新っていうのを見たってこと ?8 号の二郎でさ、 俺がここで霊能ようってさ、6番さん狂人の可能性がある中で俺が霊能使用することってすごく怖いムーブだと思わないもしかしたら9から4の中に真の霊能師がいるかもしれないんだよ。俺が狼だとしたら。そこで霊能使用するわけないじゃん。この考察で6番のことを真に見る人がいるんですかっていうのがすごく疑問かな。俺が狼でこの位置で霊媒使用するメリットが薄すぎると思うんだけど。霊能3人出てきて、その中で じゃあ、例えば、この後、新占いが一人出てきて、ってなったら、狼神は負けるんだよ。さっきの終電も言ったけど。そこのロックがわけが分かんない。なんだったらもう、今の発言を聞く限り、俺、決め打ってほしいんだけど、ロック釣った上で。これで新目が取れないなんてことはないと思うよ。うん。取れんかったら、俺の発言が足りんかったはごめんだけど、とりあえず今日はじゃあ、6番さんを釣ってください。 3、4だったら俺は3の方が締めだと思う。6とは真逆の意見だね。以上。3万の締めの理由ちょっと時間ないから言えないけど、多分さっきも言ったよね。その通りって感じ投票を始めてください,ああいオラじゃならべうーん。新要素取れないですね、6番さんのね。6番、新かもしれないけど。 6番のプレイヤーは八幡さんの2戦目ちょっとしょんべん言ってて分かんなかったんですけれども最後に聞いた「とりあえず」っていう言葉だけを拾っておけば「とりあえず」って言葉は何なんでしょうか はい、8番3目線、えー、皆さんき、明日たの、えー、色を見ていただいて、僕に黒を打つか白を打つか分かりませんが、まあ、正直言って、8番3を釣り切っていただければ、1陣外は確実に釣れる、例のを釣ってしまった以上、確実に、えー、人狼、もしくは強っというのを確実に釣り切っていただければと思います。で、僕の目線、言いますね、8番3、8番3が強人で、4番3が真、えー、3番3が9に白を打っていて、9番3が狩人で出ているならば、2が白になるんですよ、僕目線。って考えると、 うんそうですね。8が強人だった場合、3が黒の相方1っていうのは、8番さん、1番さんがずっと僕を2000、2000、2000、2000言って言ってるんで、8強人3、1でファイナルアンサーしますね。7番さんの黒い要素ってそんな拾えるかな、9番さんも言ってたけど。全然拾えないんだけど。はい、3、1ファイナルアンサーです。さっき5黒って言ってなかった 夜が来ました。目を閉じてください。これ、ローラー止めるとかあるんですかねあんましたくないんだよな。ロックつった時点ではやっぱ、ローラー仕切り,りたいけど。ありなのかなでもね、結局それ後悔すること多いんだよな。決めちゃうと。ローラーの途中で。 僕はローラーし始めたんだったら僕は止めるのはもうクロストップ以外は僕は安定進行大好きマンだからな朝が来ました 昨夜死んだのは9番1番のプレイヤーは発言してください。ご城,お城うんご城おくろうーあごし、おくろ。 えっと待って待って5黒出したのが3番さん5黒か、まあ今日8番さん釣りましょう8番さんを釣って4番さんに黒を見つけてもらう作業にしましょうか5黒かーえー、6番さに2隻目打ちたいな2隻目打ちたいな2隻目打って8番さんに5番さんの色見てもらってどうでしょう僕それで行きたいんですけどダメですかねあり 6番さんの発言は聞いてなかったのは仕方ないのですしも、8番さんのとりあえずそれだけを拾って8番さんの偽名を追えっていうのは多分無理だと思います。8番さんの言ってることが最もで、仮に6番さんして8番さんの人が狼で追うんあれば、6番さんという狂人かもわからない相手に対して自分が例の使をして、そこにもう一人いる。この説明には納得させられまくりましたね。結構8番さんの真決めて5番さんつって3番さんの真偽を確かめたいところがあります。ダメかな。これが無理なんでれば、 これ、村の志向に任せるんですけど、僕は正直決め打ってもいいと思ってる。8番さんからは正直、新要素しか取れてないと思ってる。8番は僕に投票してるんやけど。うん、そうだよね。かまれ。5番さんを釣ったとして、ね、えーっ、でもだただ、この審議確かめたいかな。8番はほぼほぼ新で決めってるかな。で、2番さんと7番さんはね、まあ、どっちかっつったら7番さんが来るんやけど。えー、れる5、6度出んのか。7番さん、2番さん、二番が一番に印象がいいって言ってることがよくわからなくて、1、2と、まあ怪い、やし。 二番さんが狼やった場合って僕にわざわざ印象いいっすねって言う必要なんかあるんですかね二番さん片白もらって二四郎ーやった場合ってそういうことしないでい。やでも偽でも借りそうな気もするんだよね。僕8の神決め打ちたいです。2> 2番のプレイうーん。そうね、ありだとは思った。あ、でもそっか。そうだね。8神決め打ち進行だったら、でもそれだ,それだとね、8噛まれません狩人の。 がが死んじゃっったたたかららででで偽だったらもう5って言った時点で負けでしょうーんまあね、6番さんのね、新要素があまりにもなさすぎるね。8番さんがちょっと新要素下がった部分もあったけど。だって、最後13黒ファイナルアンサーって言ってましたよね。でも1個前は5番さん黒って言ってましたよね。自分に投票した5番さん黒って言ってましたよね。 あまりにも真に見れない。けど、真決め打っても多分例の結果見れないんだよな。どうちょっと考えさせてほしいですね。まあ、そっか、どううんまあでも、例の結果。いや、そうか。真決め打ちで噛まれ。 まあ、昨日も言ったんですけどね、やっぱ5番さんが黒いかな。うん、ちょっと説明不足だったそこを言おうか。えー、っと、5番さんは8番さんのことを、えー、8番さんは丁寧に精査していたけど、それは逆に狼な気もしてきたと言った後に、狂人を釣るゲームじゃないから占いから釣りたい、あるいはグレーから釣りたいと言っていた。ここが、よくわかんない。8番さんの5えー、狼の可能性を示唆しつつ、占いを釣るという発言はよくわからなかった。 占い釣りぐらいだったらグレー詰めた方がいいですよねっていうところで占いをちょっとどうしても釣りたい狼オ,オカなのかなっていう印象で5クロの方納得なんだよなどうすっかねこれ4番その黒1あと教えてください5釣りたい3番のプレイヤーは発言してください5と7オかと思ったんで5占いましたそっか さっき、四七って言っので動かてや、ね、ります。四七って言ってたよね、さっきね。今日五七狼だと思ったんだ。お願いします。おっか。バイバイ猫の声は猫の声。猫を出せ、猫。4と5が、 人道だと思うんで、4番さんの話聞いていす。4号になったん、ね、だ、このそうか。4番のプレイヤーは発言してください。いやいやいや、3番さんがもし真の占い師であれば、僕の話を聞く必要は別にないですよね、というところかな。うん、で2番さんに関しては村だからね、もう,そう頑張ってほしい。で、5番さんもね、村だから分かってほしいかな。 1番さんの発言で僕がなんで8番さんに投票したかというと3番さんのね、この生存意欲のなすから狼であまり追えないんですね、3番さん。なので3番さん強靭視点だと6番さんも生存意欲がなさすぎるために8番さん狼の線が硬いと思って8番さんに投票しています。8番さん狼であれば3番さん明らかに強靭に見えてるはずなので3番さんを死んでみるという発言もわかるんですよね。3番さんの動き明らかに強靭ムーブなのでというところ。 なので、5番さん8号ラインかなと思って、5番さ3占ったら、5番さん白だったので、7番さんが1番さんに、8番さんの相方がいるということになる。7番さんかなと思ったんですが、1番さんの最後の発言ですね。24人狼24人牢は絶対ないんですよね。3番さんが5番さんに黒を出している。ことから、1番さんがもし村であれば、3番さ死真であっても5番さん黒ということになる。 5、2黒、黒、えー。4番、僕、狂、え、人、ー、もないですよね。霊能師が2人出ていることから。から2、4、黒の思考は明らかにおかしいんですね。なので、僕は8、1のライン切りかなと思っています。1番さんに投票したのも、えー、1番さんが釣られないことを見越してのライン切りだと思っています。僕は8番さん、人狼だと思っています。6番さんの生存力関は明らかにないことから。うん 8番さんも説明納得いったんだけども、8番,人狼3番さ強靭、1>, 1番人狼なんじゃないかな。計展開になる可能性もあったもんね、うん。なので、今日は僕は8番さんに行ってほしいかな。うん、で、1番さんが7番さんを占えば、僕目線、えー、目線がしっかり、はっきりするので、 今日は絶対8番さんから行ってください。1番さんも飲めますよね。うん、いや単純に6番さん新名がなかったからな。はい、その視聴もよくわかんないな。プレえっと、パンダです。よろしくお願いします。じゃなくてで、えっ、ー、とね、そうだね。俺、6で連れてる気がするんだよね。8番さんの昨日の日、えっ、ー、と、最後、えっ、ー、とね、最後って、まあ、あの決戦の時の発言、クソ白かったと思うんだよね。うん、クソ白かったから俺はもう新起きしていいと思って。 いるレベルですはいうん、なので、8釣りは行きたくないかなと僕は思っている。うん、なので、で、怪しいのは俺、1番さんだと思っているんだよね。で、俺目線だと6、今見てるのが6強人、えっ、ー、と、1人を3人狼です。3、うん、まは俺に黒出ししてるからね。うん 一番さんは、えっ、ー、と、さっきの発言で、えっ、ー、と、まず八行きましょう、安定かな、みたいな発言をした後に、八をしんと置くんだよね、一番さん、と思った。うん。なのに、八釣りをしてるの一番さん。うん。んだと思えばら、残しといてもいいんじゃないうん。うん、もしも、むしろ、あの、パンダになって、俺を釣り押すべきなんじゃないかなと思ったけど、そ、ね、んな八に残ってもらったら困るのかな。うん っていうところかな。うん、だから俺は、ていうか、うん、1行きたいかなって感じかな、今現状だと。うん、いや、これがね、あのー、平穏なルールではないとは思うんだけどね。うん、7は、うん、色落ちてないんだけどね。<laughs> うん、俺目線だと、3、1かなと思っている今。うーん。うん これ、安定取るなら8なんだけど、8だって昨日さ、あのー、6入れればさ、生き残ることができたんだよ。それなのに8は1入れてんだよ。俺は芯置いていいと思ってるからね。初期ち、そっちでじ8は1入れたいって言ってたしねっていうところがあるけどな。どうなんだろう。俺は1行こうかなと思ってる以上。7番のプレイヤーは。うん、5番さんが単体で黒いな。5番は一体何を言ってるのか正直わからなかった俺には。6で連れてる何が。 8の例の結果、6白だから、狂人が釣れてるんだけど、そのこと言ってんの。狂人が釣れたって、で8が新ってこと言ってんの。でね、1はね、8を残したくて5釣りをしてんのに、なんで1を8行きたいのみたいな、そんなこと1、これっぽっちも言ってないよね。8、新進行で5の色を見たいって1はずっと言ってたよ。なんで5番が、1が、なんで8行かないのみたいな、そんなこと言ってねえし、みたいな。めちゃくちゃな、ね。 理論を展開してないな、5番。ただ1は1でね、なぜ8の例の結果が出せると思ったのか、必ず8噛まれるのに、その色が見たいって、結果なんか見れるわけないのに、8を残そうとしたところが1の黒目ね。1 8ロ、ロで3の巨人が透けてるから、3が5に黒突攻して、5釣れば PP が起こせるっていう村目線はどうしても1のその見方を追ってしまう。だから俺は結果的には今日は8しか飲めないと思ってる。8釣って、明日4が白打つのか黒打つのか、その結果で精査したいと思う。今日は俺アンテナ。 うーんそうねー8番のプレイヤーは発言してくださいまず僕を決め打って今日5をつってくださいまあほぼほぼ4号の黒だと思っていますが5番さんの色でも勝ち核盤面です僕で決め打ってくれるんだったら5番さん白の場合っていうのは明日4番さんが抜かれない限り4番さんが7位って4番さん抜かれたらワンチャンあるか。 5が白だった場合っていうのは、4が7か1裏になって、7白だった場合は1が狼、13の二郎ってなる。4番さんが7黒だったら普通に73の二郎。でも7はほぼほぼ白だと思う、今の発言で。15どっちも終えていたからね。でも今日は決め打ってほしい。5番さんつって、色みたい。6番の昨日の発言で芯を終えるのみんな。トイレ行ったら行きなかったとりあえずって言った8番怪しいって。6番目線、俺が狂人なのか狼なのか気になるから絶対に発言聞くはずなんだよ、シーンだったら。 そこで聞いてない心霊能なんていると思いますかうーん。ね<の>ちょっとあまりにも不自てな。トイに出たって、メタを使ってまで、8の発言にあんま、俺の発言にあんま触れたくなかったんでしょうどう見ても偽良さなんて一個もないから。ってところ。決め打ってほしい。とりあえず5つって。多分黒だと思ってる。んで、1番3が3、7番の指摘通り1番が俺の霊能結果を聞けると思ってるのがすごい不自然だし。 <laughs> 5番さんの言ってた1番が8シーン決め打って、決め打ちたくないようなって言ったけど真逆なんだよね。ただ4、5と意見が全然違うんだよ。4番さん俺釣りたいし、5番さんは、でも5番の1釣りたいかわけわかんないんだよな。3、7、3、1があるんだから今日5番さんが一番釣りたいのは3番さんじゃないの ?2 世が確定した。6、8は試技つかんけど3の2世は5番さん目線確定してるじゃん。そこがわけわかんなかった。とりあえず今日5番さん釣りでいいでしょ。5番さん釣って俺2度見させてよ。それでもう全部終わりじゃない これでシーンを決め打てないいんだだったらだいぶショッなそこを決め打てないならばさんっていうのが慎重な村なのかそれともとりあえず霊の消して5の色を見せたくないのかが正直わかんないかな5白出ちゃったら困るオオカミさんなのかなって思考もある若干とりあえず今日5ゼリであっいいか。さすがに6シーンは見たくないな 5番のプレイヤーが選ばれました5番のプレイヤーは申し訳ない8の言う通りです申し訳なかった、うん、申し訳なかった、うん そうだよな。うん、1できうん、でも1怪しいと思ったから俺1って言ったけど、そうだよ。うん、3って、4が死んだから4に見てもらえばよかったんだよ。もう俺何言ってんだよ。申し訳ねえ。あーだから8が死んだから俺の色見てくれればわかると思う。うん、どっちが偽かっていうのがね。うん、マジーえー いやブラフか村ごめん俺はもう8決め打って申し訳なかった以上です夜が来ました目を閉じてくださいもうブラフと信じるしかないですよね それで言って噛まれない作戦かもしれないです。 朝が来ました昨夜死んだのは八番まあ噛かむよな一番のプレイヤーは発言してください四番つりましょうよんごろろすねよんごろえっと四まさに四ロロって僕言いましたっけそれを言ってたなら申し訳ない てか僕言ったと思うよ。24ロールなんかで言ったと思うけど、そういう4番さんが言ったら24ロールで5もロ出てる中でそんな発言、そういう意味ではなかったと思う。そういう意味ではなかったよね。それに関しては申し訳ない。7番さん白です。はい。45ロロです。そうね。あ。4番目線は31ロロか。えっと、2番さんと7番さんが今日、4番さんに言ってくれたそれはそれでいいんやけど、仮に僕を釣ったとしても、明日4番さんを釣ってくれればいい。 この村に残ってるのは、あと4番という神外だけ。6、8に、えっ、ー、と、狂人がいる。6、8に、番3番神やから4、5、ロ・ロのどっちかに狂人がいて、僕を今日仮に釣られたとしても、釣られたとしても大丈夫です。4番さんというロを最後に釣ってくれれば問題ないですね。そういうことです。えー、2、1、2、3、7を神です。神ってか村です。安定進行,で行ってなだから。今日僕が釣られたとしても、明日3番さんが釣られなければ今日問題ないです。うん。4番目線は3、1ロ、ロしかないからね。 6番ローの8進で置いたって。したよね。まあ僕してはどっちにしても勝ちなんですよ。うん。僕は4番んに入れるけど、2番さん7番さん3番んも4番数入れてくれるよね。だから、えどうしてんかな。なんて説明しないろう。まあ残ってるのはもう4番というローだけです、とりあえず。ド番さんをってごめんなさい。4番さんというローだけ。4五ローロー、268教ですね。それでしかないですね。<laughs> うーん。 価値覚じゃね ?7 番さんが信じてくれれば勝ち格ですね。2番さんと7番さんが信じてくれれば勝ち格です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。うーん。安定進行でいくなら1かな。あの、黒、なんだっけ。両釣り両釣りですよね。う、えーん。 そうん <laughs> ただ一馬んつったところでなまあフェアじゃないっていうのもまあちょっとあれに言いますけどね3四の信用勝負ってなるとねまあそこもありますけどまあまあまあうーんそうね2七が白角まあこれね1号で精査した方がいいですよねいや待てよこれ 7番さん、1番さん、疑ってるんだっけいや、僕噛まれて、7番さん残されて、いや、僕はね、5番さん黒だと思ってるんですよね。うーん。4行くか。行くなら今日だないや、怖いな。明日に残すのは怖いな。 今日決めつか。じゃあ、えっ、ー、と、どうすればいいかな。占い2択にする。1か4にするか。1か4で、どっちか投票で。僕4いっかな、このままだったら。うーん。なんでかっていうと、やっぱ5番さん黒軸っていう話ね。占い単体の推理はまだできてない。 読んでいくか。アンディ取ってもしゃあないし、うん、5を決め打って四位行動。うといます。のプレイヤーは発言してください。4を占ってくるでした。こ褒めてください。褒めてください。かわいい。もう勝ちです。ちゃんと三番が四番占ってるのはちょっと感心したんだけど。3番だね。 ちゃんと分かってまし、ね、てくださいいやいやいや、2番さん、ちょっと正気に戻ってください。これ、3番さんと僕でセンサしたときに、僕の黒要素ってまずありますかっていうところなんですよね。1番さんは、まあ、僕、怪しんでいたから、あなったというニュアですがか、ね、1番黒ですね、これ。うん、で、8番さん、新、8番さん、新、6番さん、巨人もあり得るのかなと思ってます。だから、8番の霊能者とえ、僕のミスリード同士の 村同士の争いをしていたということになります。で、今日絶対1番さんから言ってください。まず1、3番さんの思考としては、えー、8番さん。まず僕が大、えー、狼であれば、まず8番さんを噛みに行かないです。うん、8番さん強靭にかけて他のところ噛んだ方が絶対いいです。というところかな。で、5番さんについて1番さんに行く発言は僕もよくわかりません。5番さん白と出てるけども、わからない僕も。うん。 わからないが、えー、まず4号人狼だったらこんな連携取れてない狼はまずいないということをわかってほしい、うん。3番さんが狼なことに僕はびっくりしてますが、13狼なんです。で、今日絶対僕釣ったらその時点でゲームが終わるので、1番さんから行ってください。うん、1番さんに関しては、えー、まあ2四ローローで見たりで、8番さんから行くより5番さんから行きたい。えー、これ8番さん噛む寸断で5番さん、えー、まず消しておいて、 そうすることによって僕が、えー、黒くなることを狙って、そのまま、えー、勝とうとしているようにしか僕は見えないんです。13狼。なので2番んも二番さんちょっと正気に戻ってください。本当に3、4で精査した場合ですよ。3番3、三番3、占ったしか言ってないんですよ、これ。3番さん占って黒しか言ってないんですよ。嫌ですよ、これ僕負けるの。これ1番ん黒なんですもんだって。13狼に負けるの僕は嫌だ。なので1番んから言ってください。 7番さん、2番さん、白角です。1番さんから言ってください。以上。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、2番が4で決め打ってるからさ、1、3も当然4に入れるから、もう俺が何言ったところでもう4が釣られちゃうんじゃないのって気はしてるけどね。俺は昨日は5からもう黒要素拾ってるし、1からも黒要素拾ってるから、それは昨日言った通りね。5は1の発言で捏造してて、さらに1から行きたい発言と、1は8を残したい発言ね。 1>, <laughs> まあ1、3、一三ろうだった場合、8、まあ、強人使用してるけど、これは別に8が死んで、強人で神回,回避したかったっていう線もあるし、1、3が8を死んで見てたらかむ可能性はあるし、強人だと思ったらまあ噛まないわねっていうところで、まあ、その場面は終えるけどで、5の発言は単純に黒かったよ、普通に、めちゃくちゃなこと言ってたから、ね、もうこれ、何言ってんのかな、レベルで言ってる意味分かんなかったから。<laughs> そこから黒良さを拾えてる。ただ3番も3番でね、あの、初日に私に入れてんで私を黒だと思って釣りに来たよね。私7番が黒だと思います。8を釣ろうとして黒だと思いますって言った直後に5を占ってんだよね。あなたがさ、3番投票して直後に<め>5に振り返るわないだ投票決勝しかないんだけど、その間に、ね、なぜ5を黒に振り返ったのか、その説明とか全くないんだよね、3かダメダメダメダその点加味するか3人はまだそこまで切磋いってないけど、だめだめだめ1号の切磋であれば5の方が黒かった。で、なぜ今日8が噛まれたのかっていうと。 ところね、まあ2七角色だからあれだけどまあ1三がローローだったら8をかまわずに残しておいてもいいのかなっていう見方はできるけどねまあ4が8を噛むのはどうなのかなまあまあいいよまあ2が好きな方に入れていいよ2は5を黒でも追ってんだよね1八精査したら俺も5の方が黒いとは思うしね別に今日安定で1つって明日3 4精査する必要も正直ないと思う結局3 4精査なら今日でも一緒だからね別に3の発言なんかこれ以上期待できないよね 三つで,で1位に行きたいというなら1位もいいけど、あ 2, まあ2位は多分4に決めてるんでしょう、ね。っょっとっ2投票しても多分効果ない気はしてるね。うんはあ、そんなところかな。投票を始めてください。確かに 3, 3つってフェアにしてあげた方がよかったな。<は>あいや、オラじゃないべ。 4番のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了ーー村人の勝ちですじゃあな。 所属する陣営に関心がないこれだなあええ8要人なんだマジかめっちゃブラフに見えたえー マジかめっちゃブラフに見えて僕がオオカミでも噛んでましたねこれは <noise> うーんまあ可愛かったね